皆さんこんにちは。8月の会見がなかったので2ヶ月ぶりということになりますけども、やはりあまりこちらからお話しするようなことは少ないんですけども、今日は1点だけご説明したいと思います。ご説明の前にこの場をお借りしまして、今月の台風および北海道の胆振を震源とするマグニチュード 6.7 の地震に被災された方々に対して心からお見舞いを申し上げたいと思います。また早期の復興をお祈りしたいと思っております。それでは私からのご報告をさせていただきます。私どもグループの東京証券取引所をはじめ全国の証券取引所が2007年の11月から合同で取り組んでまいりました内国株式の売買単位の統一でございますが、来週10月1日をもって完了し、すべての国内株式が100株単位に統一されることになりました。2011年の東日本大震災を受けてスケジュールを見直す場面もございましたが、上場会社の皆様に多大なご理解とご協力をいただき、株式市場の利便性向上の観点から10年以上の歳月をかけて慎重かつ段階的に取り組みを進めてまいったわけでございますが、これまでは新聞の株式相場欄を見るにあたってその売買単位を示す符号に注意するという必要があったわけでございますが、このことが株式取引が分かりにくいという印象を持たれた面もあるかと思います。売買単位の統一によってそうした不便も解消され、海外の機関投資家の方々からも最低取引金額は分かりやすくなるといった好意的な受け止められ方をお聞きしております。また多くの銘柄で売買単位の変更と同時に最低取引金額の引き下げも行われました。より多くの投資家の方が株式投資に参加しやすい環境になったと考えております。上場会社の皆様のご理解ご協力に改めて深く御礼を申し上げたいと思います。詳細につきましてはお手元の資料をご覧いただければと思います。簡単ですが、私からのご報告は以上でございます。